皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。車での長距離移動に欠かせない高速道路、旅行や帰省の際に利用したことがある人も多いのではないでしょうか。今回取り上げるのは、海外のネット上で話題になっていた日本の複雑な高速道路。高速道路同士を相互に接続する立体的な交差地点であるジャンクションの複雑さに多くの外国人が驚愕しているというのです。日本の高速道路のジャンクションは何がそんなにすごいのでしょうか。解説を加えながらご紹介いたしましょう。高速道路の歴史。ジャンクションについて解説する前に、まずは日本の高速道路の歴史について簡単に振り返ってみましょう。実業家の菅原通斎によって日本初の高速道路建設計画が打ち出されたのは1929年のこと。事業費は約8000万円で、現代の貨幣価値にして約5000億円でした。しかし欧米諸国に比べて車が普及していなかった当時の日本、必要性を感じる人が少なかったことや、経済不況、戦時中の軍事体制などが重なり、計画は頓挫してしまいました。1938年になると、日本政府は自動車専用国道の議論を始めます。ドイツの速度無制限道路であるアウトバーンに刺激を受けたことがきっかけでした。1943年、内務省は高速道路の計画を立案。しかし、戦時中だったこともあり、戦況の悪化により、この計画も頓挫してしまいました。太平洋戦争が終わると、日本は頓挫していた高速道路建設計画をついに実行に移します。計画が本格的に動き出したのは高度経済成長期に入ってから。間近に控えた東京オリンピックのため、国民の士気は高く、車社会の浸透も進んでおり、高速道路建設にプラスとなる要因が重なっていました。そして1963年7月16日、ついに立東インターチェンジと尼崎インターチェンジを結ぶ名神高速道路が完成。日本の高速道路はここから急速に拡大していきました。パソコンや携帯電話の普及、電子マネーの実用化など、さまざまなものが IT 化された2000年代、高速道路も IT 化の流れを受け、料金の支払いを自動で行う ETC 設置に向けた開発が進みました。国内初の ETC が導入されたのは2001年。2010年には全国の ETC 利用率は 80% を超え、一部高速道路では 90% を超えるほど普及しました。また2005年にはさまざまな公共事業の民営化を進めてきた小泉内閣によって、高速道路公団が民営化。日本道路公団はネクスコ3社に分割されました。首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団の3公団も民営化。それぞれ首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡高速道路へと生まれ変わりました。海外で話題になったジャンクション。さて、ここからは海外で話題になった日本各地のジャンクションについて詳しくご紹介していきましょう。一つ目は、神戸市垂水区にある垂水ジャンクション。総面積は36万平方メートルにも及び、日本最大規模かつ日本一複雑との呼び声もあるジャンクションです。南北に伸びる神戸淡路鳴門道を中心に、南東方向からは阪神高速が、北東方向からは第二神明北線が接続。各路線がいくつもの円形のランプで連絡し、神戸淡路鳴門道の垂水インターチェンジも接続しています。
ランプ内での分岐が多いことから、以前は誤侵入が頻発、1日平均で8件程度の誤侵入が発生していたそうです。そのため接続する3社で協力して対策を検討。案内標識の行き先表示を方面別に色を変えて枠で囲ったり、料金所のゲートを方面別に色分けしたりと、誤侵入を防ぐために様々な工夫を凝らしました。なお、このジャンクションを経由して神戸方面と淡路島方面を結ぶルートは、多客機などには激しい渋滞が発生。本市高速は垂水ジャンクションを通過し、その北の伏せ旗ジャンクションおよび阪神高速7号北神戸線などを経由する迂回ルートの利用を推奨しています。2つ目は名古屋市緑区にある名古屋南ジャンクション、伊勢湾岸道、名古屋第二環状道、名古屋高速3号大高線の3本の高速道路が交差している上、知多半島へ向かう知多半島道路と名古屋南インターチェンジも集合しており、非常に複雑なジャンクションとなっています。上空から見えるのは幾何学模様のように入り乱れたランプとルート全体を表す複雑すぎる案内標識板。走行中の一瞬で全貌を把握するのは不可能とテレビ番組で取り上げられたこともありました。各方面に向かうために必要なのは、嫌になるほど繰り返される分岐。分岐点を間違えれば元の道路に戻ってしまうこともあります。しかし伊勢湾道は側道から各道路への分岐が伸びる特殊な構造のため、間違えてしまっても分岐せずにまっすぐ進めば大丈夫。そのまま伊勢湾岸道に復帰できるようになっています。このように名古屋南ジャンクションは難しいなりに親切な構造。そのため初めてでも落ち着いて走行すればなんとか通ることができるでしょう。3つ目は東京都中央区にある箱崎ジャンクション。実はこのジャンクション、高速道路に関する書籍ではキングオブジャンクションやジャンクション界の王様と呼ばれるほど構造が複雑なんです。箱崎ジャンクションは6号線に対して9号線が Y 字型に接続、首都高ではよくあるタイプのジャンクションです。しかしこの Y 字の根元部分を地上から見上げると、両路線をつなぐ4本のランプの他に2本計6本のランプが折り重なるように分岐。その下段の2本は9号線とジャンクション直下の箱崎ロータリーをつないでいます。箱崎ロータリーとは周回可能な一方通行の楕円形ロータリーに、浜町、清洲橋、箱崎という地上に通じる3つの出入り口、6号線および9号線との接続路、そして箱崎パーキングエリアをひとまとめにした施設。さらにその中央部および下層階は東京シティエアターミナル、通称 TCAT と呼ばれるバスターミナルを主軸とした建物になっており、箱崎ロータリーは TCAT の3階部分にあたります。わかりやすく言えば、ジャンクションの下にもう一つのジャンクションとバスターミナルがあるようなもの。市街地の極めて小さなスペースにこれほどの道路構造物や施設が凝縮しているのは他に類を見ません。ところでこの異形ともいえる箱崎ジャンクションはどのようにして誕生したのでしょうか。6号線は当初江戸橋ジャンクションから人形町などを経由し、まっすぐ北東へ向かうような線形で計画されていました。しかし民地を避けるために日本橋側や箱崎側の空間を活用、南へやや迂回する現在の線形に計画は変更されました。現在の箱崎ジャンクション前後の区間は高架下も埋め立てられて地続きとなっていますが、もともとは水路だったのです。さらに1966年、成田空港の建設が閣議決定、1968年には TCAT の建設も決まり、箱崎ロータリーが設けられることになりました。
今でこそ TCAT にはバスターミナルのほかに飲食店や貸し会議室などのテナントも入居。しかしかつてはここで成田空港の搭乗手続きや出国審査も済ませてバスに乗り、空港でそのまま飛行機に乗ることができたのです。つまり TCAT は成田空港の機能を分散する目的で建設されたミニ成田空港のようなもの。ロータリーやターミナル内の車路を通じ、バスは一般道路へ降りることなく発着することができました。つまり箱崎ジャンクションの複雑な構造は成田空港のアクセス拠点を担ったことで誕生したものというわけだったんですね。しかし2001年に発生したアメリカ同時多発テロ事件の影響により TCAT での搭乗手続き業務は終了。現在の TCAT は純粋なバスターミナルになっています。4つ目は京都府お得に郡にある大山崎ジャンクション。名神高速道路、京滋バイパス、京都縦貫自動車道の3つの道路が交差しています。このジャンクションの特徴といえるのが複雑かつ長いランプウェイ。大阪方面から京都、久美山方面へ向かうのは比較的簡単ですが、それ以外のルートは左右に曲がりくねったランプウェイを延々と走らされ続けます。しかも長いランプウェイは急カーブが続く上、カーブ中に分岐、合流も存在。わずかな不注意で間違った方向へ進入してしまうと、反対方向やインターチェンジ出口へ向かってしまうこともあります。また大山崎インターチェンジから高速道路に乗るのも一苦労。分岐点を間違えると複雑で長大なランプウェイを走らされた挙句、元のインターチェンジ入り口に戻ってしまいます。またこのジャンクションのもう一つの特徴が豪傑構造を採用していること。通常橋桁と橋脚の間には上部から下部の構造へ自重や自動車荷重を伝えるとともに、温度変化に伴う桁の伸び縮みやたわみによる桁の回転に対応するゴムの支承を設けることが多いです。しかしこのジャンクションでは鋼鉄で作った橋桁と鉄筋コンクリートで作った橋脚が支承を設けずに一体化。この方が耐震性能が高く、支障がない分メンテナンスの面でも優れているそうです。5つ目は東京都八王子市にある高尾山インターチェンジ。国道20号線と圏央道が交わるジャンクションです。このジャンクションが作られたのは山々の中の限られたスペース。その結果地形に沿った形で圧縮され、美しいジャンクションになりました。上空から見る高尾山インターチェンジはまるで知恵の輪のようなんですよ。これらの複雑なジャンクションは海外のネット掲示板でもたびたび話題に。外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。アメージング、日本の建築技術は世界一だ。名古屋南ジャンクションを初めて運転した時は意味がわからなすぎてパニックになった。冷静に見ても意味不明だよ。ややこしいように見えるけれど日本だぜ。多分世界のどの場所よりもうまく整理できているんだと思う。日本のジャンクションは本当に素晴らしい。でもあんなところは絶対に運転したくないな。あれは高速道路じゃなくて迷路だよ。日本のジャンクションは完璧なアートと言って良いと思う。一見すると複雑だが、実際は全ての道路が一つの料金所につながっている。標識さえちゃんと読むことができればそれほど難しくはないだろう。日本の高速道路の複雑さはすごいと思うよ。いつか僕の町もあれくらい発展してほしいな。このようなジャンクションの夜景は撮影スポットとしても大人気。都市夜景や工場夜景に比べるとかなりニッチなジャンルのように思えますが、ジャンクション夜景の写真集まで発売されたりしているんです。ジャンクション夜景の魅力は
なんといっても道路の複雑さから生じる迫力。カーブを生かして広角レンズで撮影すると驚くほど面白い写真を撮ることができるんですよ。今回ご紹介した箱崎ジャンクションも定番の撮影スポット。複数の高速道路が分岐して広がっていく様子は迫力満点で、ヤマタノオロチとも称されています。東京メトロの水天宮前駅から降りてすぐの立地でアクセスも良好。隅田川の夜景と一緒に楽しむのもおすすめですよ。海外のジャンクション。複雑に交差した芸術的なジャンクションは海外にも存在します。最後に海外のジャンクションもいくつかご紹介いたしましょう。こちらのジャンクションは2017年5月に完成した中国重慶市の横隔湾立体交差橋。8方向に伸びるレーンとランプが混然一体となっていて、まるで迷路のような構造ですね。5層構造の超巨大なこのジャンクション、最上層の高さは12階建ての建物にも匹敵するそうです。重慶と空港、主要幹線を結ぶこのジャンクションの建設は中国にとっては一大プロジェクト。完成までに8年もの歳月を要しました。人口2800万人を超える重慶の近郊で暮らす人々は約800万人。彼らの重慶への移動はこのジャンクションの完成によってより便利になったことでしょう。続いてのジャンクションはイギリスのバーミンガムにあるブラベルリーヒルインターチェンジ。丘が段々になっていてレベルの違う道路が交差しています。日本ではあまり見ることのないタイプの道路ですよね。バーミンガムイブニングメールのジャーナリストによって付けられたこのジャンクションの通称はスパゲッティジャンクション。当時建設されていなかったジャンクションの計画を複雑に絡んだスパゲッティのプレートに例えて説明したことが由来となっています。スパゲッティジャンクションというニックネームは後に世界中に浸透、世界各国の複雑な道路のジャンクションに付けられるようになりました。まとめ。私たちが普段何気なく利用している高速道路のジャンクションも外国人から見ると非常に魅力的なものだったんですね。そして設計や施工に携わったエンジニアの方々の高度な技術にも驚かされました。いくつもの道路が複雑に折り重なるジャンクションはその造形の美しさも注目されますが、実際に現地を走る時には注意が必要な箇所も多数。大規模なジャンクションは分岐が複雑なほか、車線運用が変則的な場合もあります。また急なカーブや見通しが悪い場所も多いので、スピードの出しすぎやちょっとした油断が事故の原因になります。ジャンクションを走行する際は案内標識や周りの状況をしっかりと確認し、特に慎重な運転を心がけてくださいね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。